騎兵隊の旧詩は、1896年に、ロシアで初演された、イワン・アルムス・ゲーメル作曲、マリウス・プティパ振付、台本による一幕物のバレエ作品である。ライモン・ダに続き、劇場支配人・フセボロシツキーの下で、プティパが手掛けた作品である。自身の長女で、提出バレエ団のキャラクテールダンサーであった、マリア・プティパの在職25周年を記念する。 祝賀公演の目玉として作られた。物語に、マリー、テレサの二人の娘を設定し、キャラクテールと純粋なクラシックスタイルのバレリーナを、それぞれ当てることで、二人が、あたかも共演するような構成となっている。クラシックダンスのテレサ役にもキャラクテールに近い動きが取り入れられており、77歳であった、プティッパの演塾を示す作品と位置づけられている。 テレサ役の初演はテクニックのあるピエリーナ・レニャーニが踊った。本作品は初演から2年10ヶ月後にはモスクワのボリショイ劇場で演じられるなど10年間のうちにロシア内外で200回以上の上演を重ねた。プティッパ自身も回想録の中で成功作の一つに挙げている。オーストリアのとある村で男たちが朝の仕事に出かけようとしている。マリーとテレサは共に ピエールを仕立っており、仕事帰りに密会しようとピエールに合図のリボンを手渡す。男たちは野良へ出て行き、女たちは家の中に戻る。愛想よく二人からリボンを受け取ったピエールは立ち止まり、どちらに答えるべきか決めかねている。テレサに一瞬意思表示をしたところをマリーに見られ、小さな悶んが起きる。そこへ突如、騎兵隊の一軍が進駐してくる。 ピエールは捕らえられ、目隠しをされ、ナヤに閉じ込められてしまう。騎兵の大佐はマリーを見て、彼女の気を引こうと立ち回り、ついにマリーは、接吻を許してしまう。それを見た兵隊たちは二人が結ばれるものと思い、村の女たちと祝福する。ピエールはナヤからかろうじて逃げ、男たちに知らせに走る。村の男たちが戻ってくることを察知して隊に、緊張が走る。 危険を感じた大佐は女たちに放器や農具を持たせ、騎兵に対抗しているように見せかける。そして戻ってきた村長に対して、マリーが本当に愛する者と結ばれるならば、持参金を申請しようと持ちかける。マリーはそれを聞いて、迷わず、ピエールの胸に飛び込む。大佐は観念したように納得し、約束通り持参金を手渡す。ワインが注文され、 和やかな雰囲気の中で二人の婚約を祝って宴会が始まる。ありがとうございます。